皆さんこんにちは、内科皮膚科医の友利新です。今日は皆さんからもリクエストの多かったニキビについてお話ししようと思います。皮膚科に来る患者さん、結構ねニキビで悩まれてる方多いんですよ。でもなんか、あ、こういうことやらなければこんなに悪化することなかったなとか、いや、ここは気にしなくてもよかったんだけどなっていうような、なんていうんですかね、皮膚科医から見ると残念なスキンケアだったり習慣を送っている方が結構多いんです。なので皮膚科医から見たニキビにとって残念なニキビケアっていうものを5つご紹介しますので、よかったら最後までご覧になってください。そもそもニキビってどうやってできるか分かりますか？なんとなくこう思春期にできるニキビ、あと大人ニキビ、いろんなニキビあるんですが、それは全部原因は一緒です。そう、本当に18歳からできても40歳でできてもニキビはニキビなんですよ。どういうことかっていうと、まずは皮脂分泌が多くなる、で皮脂が多くなって毛穴に詰まったところに角層が圧迫をして、角層が厚くなって蓋をして毛穴に詰まった油が出れなくなる。どんなに肌が綺麗な人でも肌にはニキビ菌という菌が必ずいます。これは肌の常在菌の一種なんですね。でもこのニキビ菌というのは油が大好きなので、毛穴に皮脂イコール油がたまると、あ、美味しい餌があるって言って行くんですね。でそうすると過剰にニキビ菌が集まってきて、そこで炎症を起こす、毛穴の中の皮脂の炎症を起こすっていうのがニキビです。なのでまずは皮脂分泌が過剰になって毛穴に皮脂が詰まる、でそこを蓋をするように角層が厚くなってしまう、でそこにニキビ菌が集まってくる、この3つがあって初めてニキビっていうのができるんですね。なのでニキビケアっていうのはこの3つを対策しなければいけません。なんですが結構それを間違っている方が多いので、まず一つ一つお話ししていこうと思います。まず1つ目、皆さんこれは結構やりがちだと思うんですが、もう油ギトギトだからって言って過度に洗いすぎる、それも洗いすぎるだけじゃなくてゴシゴシ洗ってしまうっていうことです。これはもう絶対にやってはいけません。基本的に洗顔は1日2回でいいです。どんなに油っぽくても1日2回をベースにしてください。例えばね、思春期で部活の帰りとかで汗をすごいかいたとかって言うんだったらまだしも、通常の生活を送っているんであれば1日2回で大丈夫です。でもそんなこと先生分かってるよ、2回以上洗ってませんよって言ってるあなた、どうやって洗ってますか？ニキビがこうできるから毛穴の奥までごっそり取り除きたいって言ってブラシを使ったりとかスクラブを使ったりとか、油を取り去ることが多いようなスキンケアでゴシゴシ洗っていませんか？このゴシゴシこそが一番ニキビにはいけないんです。なぜかというと、ゴシゴシ洗うことによって摩擦が起こりますよね。そうすると皮膚っていうのは、あ、摩擦が起こった、じゃあ角層を厚くしてこれに対処しなきゃいけないというふうに思うんですよ。なので例えばスクラブを使ってゴシゴシする、あとはこう洗顔ブラシを使ってゴシゴシするっていうと、角層が厚くなっていわゆる蓋が厚くなってしまうんですよ。脂分泌が過剰になって皮脂が溜まって、そこの蓋をする角質が厚くなってしまうことで毛穴から皮脂が出れなくなってしまって、そこに炎症が起こってしまうということになります。皆さんね、なんとなく洗顔ブラシとか使うと、そのブラシの毛が毛穴の奥まで行っているか、汚れだとか皮脂を取り除いているような気がするかもしれませんが、そもそもそんなことできないんですね。まず毛穴っていうのはそんなに大きくありません。だいたい直径は 0.2 から 0.5 ミリぐらいだと思ってください。もともと毛穴ってなんかひょうたんのような感じ、なんか入り口が狭くて中がこうポコッとなっているので、この出口のところっていうのはすごく狭くなってるんですね。なのでどんなに細いブラシでもそこをかき出すことはできないですし、ましてやこう奥まで到達するっていうことはありえません。なので洗顔ブラシを使うゴシゴシ洗顔っていうのはニキビを悪化させるだけなのでやめましょう。そして2つ目、これも皆さんやりがちなんですが、テカテカしてるからとりあえずさっぱり系のものを使う、これも NG です。もちろんこれは皮脂がいっぱい出ている思春期の方も大人ニキビの方もどちらも一緒です。大人ニキビの人だとそれは保湿はするよって思うかもしれないんですけれども、結構思春期のニキビの人でも洗いっぱなしっていう方多いんですね。でこの動画でいつもお話ししているのは、洗うという行為は一番リスクを伴うスキンケアです。これはニキビ肌の方も同じなんですね。いくら皮脂が分泌が過剰だと言っても、どんな洗顔を使ってどんなに肌に優しい洗顔を使っても皮脂が一回全部取り除かれてしまいます。
そうするとそこで保湿をしなければ、また特に活発な皮脂がある人っていうのは、あ、すぐにもう皮脂が取れちゃった、大事なバリア機能の要である皮脂が取れちゃった、じゃんまた皮脂出すぞって、皮脂分泌が過剰な人ではあればあるほどまた皮脂をどんどん出していくんですよ。そうするとまた毛穴に詰まりやすくなる。そしてもう一つ、乾燥してしまうとですね、またこれはかかとを思い出してもらえません？皆さん、かかとって乾燥するとお餅みたいにガチガチになりますよね。これってこう角質がこう乾燥してるからこう熱くなって守ろうとするんですよ。なので皮脂分泌が過剰になるだけじゃなくて、蓋をする角層もまた熱くなってしまいますから、これは詰まりやすく、そして蓋をしやすくなってしまうということになってしまいます。なのでどんなに油が多い思春期のニキビの方でも必ず保湿はしてください。ただこの保湿をする時の、まあ、コスメの選び方なんですけれども、ポイントはノンコメドジェニック処方というものを選んでください。これはですね、どういうものかというと、ニキビができる前っていうのは毛穴の中に皮脂が詰まって、それが蓋をされるって言いましたよね。それの自身をコメドと呼ぶんですよ。でこのコメドにこうニキビ菌が集まってくるので、まずこのコメドさえ作らなければニキビにはできにくいんですね。なのでこのコメド自体を作ることをしないようにする処方をしてますよっていうテストをしてるっていうことになります。なのでニキビができやすい方、そしてニキビができてるんだけどちゃんと保湿だとかスキンケアをしたい人っていうのは、このノンコメドジェニック処方という化粧品を選ぶようにしてみてください。そして3つ目、これは皆さんえって思うかもしれないんですが、流行りのニキビパッチ、これは NG です。少し前に韓国ですごい流行って、まあ、ニキビができたその上になんかパッチみたいなのを貼ってそれで直していくっていうものがあると思うんですが、これはもう皮膚科医から見たらもう絶対やめてほしいことになります。だいたいこのニキビパッチ見てみるとですね、ハイドロコロイドっていうような、なんていうんでしょう、特殊な絆創膏みたいなものを使ってるんですね。でそれをこう、まあ、ニキビに貼って、まあ、それ自体がもうちょっと肌色みたいになるので、それだと赤いニキビも目立たないし、でニキビの治りも早くなりますよって書いてあるんですが、まあ、100歩譲るとその目立たなくすることはできるかもしれないですけども、ニキビを悪化させる可能性が高いです。なぜかというとですね、ニキビを作るニキビ菌っていうのは実は嫌気性菌といって、空気を嫌う菌という意味から嫌気性菌というふうに呼ばれているんですが、名前の通り空気があるとあんまり生きていけないんですよ。なので毛穴の中の詰まった皮脂のところに集まってみたりといって、もう空気がなければないほどどん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 増殖していっちゃうんですね。なのでこのニキビパッチを貼ってしまうとどうなるかもう分かりますよね。そう、空気が入りにくい状態になってくるので、ニキビ菌がどん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 集まってきて悪化をしやすくなるんですよ。まあ、ニキビパッチにね、いろんな薬がついてるかもしれないです。でもニキビ自体を何かでこう密閉してしまうということ自体がこの嫌気性菌の働きを活発にしてしまうことになりますので、絶対にニキビがある人、特に赤みがあるような炎症があるニキビがある方は、ニキビパッチのようなニキビを覆いかぶせるような処置は絶対にやめてください。そしてもう一つ、これも皆さんやるんですけれども、ニキビは絶対に潰してはダメです、ね、だって先生皮膚科では出すじゃないって言うんですね。で皮膚科と同じ器具を持ってきて潰しますって言うんですけれども、まずそもそもなぜニキビを潰してはいけないかっていうと、なんとなくニキビを潰すと早く治る気がしますよね。それは確かに間違いではないです。なので皮膚科でも例えばちょっとレーザーでちょっと穴を開けて特殊な機械でしっかり中の炎症性の物質を出していくということはします。なんですけれども、これは炎症の物質をしっかり出さないと実はダメなんですね。これには結構技術があります。なので私たち皮膚科医はその技術を知ってちゃんとやってるので大丈夫なんですけど、ちょっとでもニキビのこうなんていうんですかね、中身が残ってしまうと大変なことになるんです。このニキビの中のものって何だと思いますか？ニキビ菌が集まって炎症を起こして、まあ、膿が出ているっていうようなことは皆さん頭があると思うんですが、先ほど皮脂が詰まってですね、そこの皮脂が大好きなニキビ菌が集まってくるって言いましたよね。そうすると体は一応防御反応として免疫機能が働くんですよ。ここに菌がいっぱいいるから炎症を起こしてこのニキビ菌をやっつけてくれっていう風になって赤いニキビになっていくんですね。でその時に、まあ、白血球っていうものがどんどん
して、このニキビ菌をやっつけようとするんですけど、その、まあ、白血球を呼んだりとか、あとはこの炎症を起こすときに炎症性のサイトカインというものを出したりします。それらがこの毛穴の中にあるだけだったらそこで収まるんですが、万が一自分でこう潰してしまうじゃないですか。それも無理やり潰してしまうと、それが全部出し切れなくて、ちょっとでも残っていると毛穴だけじゃなくて近くの肌自体を、まあ、破壊してしまって、それで大きな陥没になる、いわゆるクレーターを作ってしまうんです。なので、どんなに清潔なものを使っているからいいでしょうとか、自分の手だから大丈夫でしょうと思っていても、技術を持っている人がしっかりとこれを圧出しなければ、この炎症物質がですね、肌自体に飛び散ることになって、クレーターだったりという元になってしまいます。このニキビを潰すっていうのは、ニキビ自体を悪化させることもありますけれども、これが真皮のコラーゲンとかエラチンがあるような真皮のところまで、破壊して大きなこうクレーターのニキビを作ることになってしまいますので、絶対にニキビは潰さないようにしてください。そして最後に、ニキビをスキンケアだけで治そうと思うとは NG です。ごめんなさい。これね、先生は皮膚科の先生だから病院に来てほしいからでしょうと思うかもしれないんですが、ニキビっていうのは青春のシンボルではなくて、雑草という名前がついている劣気とした皮膚の病気なんです。なので、もちろん1個や2個ぐらいだったらスキンケアで治る可能性もありますけれども、放置しておくと、やはりこう炎症が助長して炎症性の色素沈着になったり、さっき言ったみたいに斑痕になったりっていう風に結構長引くんですよ。なので、もちろんスキンケアで正しいスキンケアをしていたら治ることもあるし、あと皆さんね、スキンケアだけじゃなくて食生活を変えたりとか習慣を変えたりって言いますけれども、正直食生活、例えば甘いものを食べたりとか、こうなんかチョコレートみたいに食べるとニキビができるっていうことを言われて、それを我慢するんですけど、それを我慢するよりはそれを食べても大丈夫な、お薬を出してもらうっていう方が早いですし、やっぱりまたそれが我慢することによってストレスをつながることっていうのも結構多いんですよ。で、あとストレス自体も皮脂分泌を過剰にしてニキビを、乳発する一つになるんですが、じゃあストレス解消ってって言われてもと思いません？じゃあ学校を辞めるわけにも、会社を辞めるわけにもいかないですよね。だからストレスをコントロールするっていうふうにまたストレスを感じるよりも、やっぱり皮膚科に行って適切な、処置だったりお薬だったりをもらうことで短期間に治す、これこそがニキビを悪化させない、ニキビの後にしないことになります。なので1つ2つぐらいだったらいいんですけど、3ヶ月以上症状が続くようだったら、スキンケアだったり生活習慣だったりを見直すのも大事なんですけれども、必ず皮膚科で見てもらうようにしましょう。いかがでしたか？実は私自身も学生の頃めちゃくちゃニキビに悩んで、寝て起きたらこう枕に血がついてるぐらいものすごい炎症のニキビがありました。で、その時にも間違ったスキンケアをやってたこともあるんですが、早めに皮膚科に行って、その皮膚科の先生から今の話をしっかり聞いて、ケアすることで今ではニキビ跡もほとんどないぐらいの肌になりました。なので、この知識ちゃんと早めに知っておけば、いくらニキビに悩んでもニキビが悪化したりニキビ跡になることはありません。なので、皆さん正しいスキンケア、そして適切な時期の皮膚科受診をぜひお願いします。いかがでしたか？このチャンネルではこのように皆さんに美容や健康を分かりやすくお話ししているチャンネルになりますので、よかったらチャンネル登録してみてください。ではまた次の動画でお会いしましょう。さようなら。